今回は2年連続で年間最優秀選手賞を受賞し、現役最強プレイヤーと言ってもいいアメリカのスコッティ・シェフラーについて特集します。年間最優秀選手賞は正式名称ジャック・ニクラウス賞といい、かつてのレジェンドプレイヤーの名前を冠しています。実は歴史上連続でこの賞を受賞したのはタイガー・ウッズ以来2人目。タイガー・ウッズは2005年から2007年まで3年連続で年間最優秀選手賞を受賞しているほか、通算で11回の受賞歴を誇ります。まだまだそこと比べるには早いですが、群雄割拠のこの時代に連続で年間最優秀選手になったことは快挙です。そこで今回はスコッティ・シェフラーの持つ能力や凄さについて紹介していきます。プロフィールやスイング分析などは別の動画で紹介していますので、興味がある方はご覧ください。概要欄にもリンクを貼っています。まずは1回目の受賞となった 2021-2022 シーズンの活躍を振り返ります。 PGA ツアー参戦3年目となった 2021-2022 シーズンは出場試合数25、勝利数が4、トップ10が11、予選落ちが4回でした。まあいわゆるスコッティ・シェフラーのブレイク年となりました。 PGA ツアーの中でも観客動員数屈指のフェニックスオープンで初勝利、そこからアーノルド・パーマー、デルテクノロジーマッチプレー、そしてマスターズと怒涛の3勝。いずれもビッグトーナメントでした。その後、全米オープンでも2位タイ。マスターズと全米オープンという2大トップメジャーを同一年制覇する寸前まで行きました。プレイオフシリーズでも結果を残しましたが、惜しくも年間王者にはなれず。ただこの1年だけ見るとまあなくはない成績で、まだシェフラーに対して本物であるという見方は少なかったです。この年のスタッツはもちろんほとんどが上位。シェフラーの強みはショット力とパーオン率。一番下の GIR というのはグリーンイレギュレーションの略でパーオン率を指します。ツアー平均だとだいたい65から67あたりとなりますが、この年シェフラーは 72.29%。歴代1位になった選手と比較すると飛び抜けて高いというわけではないですが、ショットの安定感を示しています。この年は勝負どころのパッティングだったりショートゲームが素晴らしかったです。マスターズでもピンチの場面からチップインしたり、さすがジョーダン・スピースの後輩だなというシーンがありました。この年が開幕する前はまさかスコッティ・シェフラーがここまでブレイクするという予想はほぼありませんでした。それまで0勝の選手が一気に4勝してメジャーまで勝つなんて誰も予想できないです。この年1回目となる年間最優秀選手賞をほぼ満票で獲得。進化が問われる4年目へと突入します。ここで一旦スコッティ・シェフラーのエピソードをちょこっと紹介します。ゴルフ以外も万能。高校までラクロス、バスケットボール、野球、アメフトなど多くのスポーツをしていました。中でもバスケットボールが得意で、スリーポイントシュートを30本連続で決められるほど。ちなみに卓球も大好きだそうです。クレイトン・カーショーと同じ高校出身。MLB で活躍する大スター、クレイトン・カーショーと同じハイランドパーク高校を卒業しています。ジョーダン・スピースと同じ大学出身。スコッティ・シェフラーはテキサス大学に通っていました。ジョーダン・スピースもテキサス大学に通っていて、大学の先輩にあたりスターになっていく過程を見てきています。高所恐怖症である。ある試合前に赤ちゃんのように泣いた。ゴルフ界最高峰のトーナメントマスターズ3日目を終えて首位だった時、あまりのプレッシャーで最終日の朝に泣いていたそうです。そこで慰めてくれたのが妻のメレディスさん。高校時代の同級生で遠距離恋愛を挟みつつ2020年に婚約しました。彼女の存在がなければプレッシャーに押しつぶされていたかもと語っています。 PGA ツアー史上初の3冠。スコッティ・シェフラーは2019年に下部コンフェリーツアーで年間最優秀選手賞、2020年に PGA ツアー新人賞、2021-22 シーズンに年間最優秀選手賞を獲得しています。わずか4シーズンで3冠を達成。これはタイガー・ウッズも成し遂げていない PGA ツアー史上初の偉業となりました。では本編に戻ります。マスターズ含む4勝を挙げた翌年のシーズン、単年だけ好成績を残す選手はよくいます。なのでシェフラーにとっては進化が問われる年となりました。初戦は CJ カップを選択し45位タイ。その次にワールドワイドテクノロジーチャンピオンシップに出場し3位タイに入賞。
ここから PGA 史上でも類を見ないとんでもない成績を残していきます。トップ10を連発する中で、その前のシーズンで優勝したフェニックスオープンを連覇、そして3月のザ・プレイヤーズチャンピオンシップで優勝。このプレイヤーズは PGA ツアーが主催するトーナメントとしてはトップの大会で非常に特別です。この試合2位に5打差をつける圧勝、全ラウンド60台と難関コースをしっかり攻略。試合展開的にはあんまり面白くなかったんですが、シェフラーは本物だというのを印象付けた試合となりました。その後見てもらえばわかるんですが、ほとんどの試合でトップ10入り。メジャートーナメントは勝てませんでしたが、それを十分補えるだけの成績を残しました。出場試合数23でトップ10が17回、予選落ちが0回ととんでもない成績です。ただ年間王者にはまたなれませんでした。12月にはタイガーウッズ主催のヒーローワールドチャレンジで優勝。非公式イベントのため勝利数にはカウントしていません。このあたりもポンと勝っちゃうのが本当に実力がついてきた証拠ですね。この年のスタッツはまさに驚異的。ストロークエンドトータルからストロークエンドアプローチズグリーンまで1位を独占。パーオン率も前年に引き続き1位をキープし、さらに 74.43% まで上昇。これは歴代の中でもかなり高い数値です。スコッティ・シェフラーのよく言われる問題点はパッティングです。前年は58位でしたが、この年は162位に急降下。ただ、もともとそんなに入らない選手ではないので、そんなに心配ないんじゃないかと見てます。これだけの圧倒的スタッツを残したのは、正確には調べていませんが、タイガー・ウッズ以来でしょう。最後に、スコッティ・シェフラーの持つ能力について。私が考えるスコッティ・シェフラーの得意点は3つ。1つ目は応用の効くショット力。ただ、ショットが上手い選手はいっぱいいます。シェフラーはそれだけではなくて、どんな場面からもグリーンをしてしまう人並み外れたショット力を持っています。パーオン率が物語っているように、ライも芝も関係なくとにかく乗せるのがうまい。それはつまり言い換えると、どの番手でも上手ということになります。プロであってもロングアイアンの精度が比較的低かったり、ウッド系の精度が低かったりします。シェフラーはショートアイアンだろうがロングアイアンだろうが全部精度は高い。そこが大きな強みの一つです。二つ目はパフォーマンス維持。年間最優秀選手賞は一時の調子だけでは絶対に取れない賞です。ツアープロは1年間通してどうパフォーマンスを維持するかとの戦いになります。シェフラーは調子を維持する能力が本当に高いです。それも最高潮をキープするんじゃなくて、高すぎず低すぎないところをキープしていく。波の振り幅が少ないので、どんな試合でも一定のパフォーマンスを発揮できます。なのでシェフラーの勝ち方はあんまり派手さはないんですよね。1日目から最終日までしっかりリーダーボードの上位につけて、そのまま競り合って勝っていく。勝ち方にストーリーがないっていうのがいまいちシェフラーが評価されない点なのかもしれません。3つ目は勝ち運。これ実は最も大切な要素だと思います。実力はあるし毎回上位に来るんだけど、なぜか勝てないっていう選手は結構いっぱいいます。有名どころで言うとザンダーシャウフレだったり、パトリック・キャントレーがまさしくそうです。成績的に言うとシェフラーぐらい勝っててもおかしくないんですよ。じゃあシェフラーとどこで差がついているのかっていうところですが、まあこれまで話してきた通り、ショット力だったりパフォーマンス維持能力もあります。ただそれはシェフラーもキャントレーも同様に高いです。まあ細かいところまで見ていくと勝つ理由って必ずあると思いますが、ツアープロは非常に高いレベルで本当に微妙な差で争っているので、一体どこで優劣がつくのかはっきりとわからないことの方が多いです。だから結局最後は運の部分、天候状況だったり、その時打つ順番だったり、あとよくあるのがキックする位置だったり、そういうかなり細かい運としか言えないような部分で勝敗が傾くこともあります。もちろん運だけで勝っているわけではなくて、他にもゴルフに関する高い能力を持ちつつ、同じレベルで争っている選手と勝敗を分けるときに勝ち運がついてくるようなイメージです。これまで世界ナンバーワンに君臨した選手でピーク状態をキープできた選手はタイガー・ウッズしかいないです。
アダム・スコットもジェイソン・デイモン、ダスティン・ジョンソンも成し遂げられませんでした。まあダスティン・ジョンソンに関しては結構長くピークを維持したかもしれません。なのでこの2年残してきた成績を同じように維持できれば本当の最強選手になれるでしょうね。2024年からは本当の意味で追われる選手になりますし、そのプレッシャーの中同じように戦っていけるかどうか、今の PGA ツアーの中では最も注目される選手となります。以上、2年連続年間最優秀選手スコッティ・シェフラー特集でした。他にも様々なゴルフ情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録してください。それではまた次回お会いしましょう。